阿蘇市では今年度、阿蘇温泉観光旅館協同組合を主体に、ワーケーション推進事業に取り組むことになり、令和2年9月16日、1回目の会合を開き、受け皿作りなどの体制確立について話し合いました。会議は、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センターで、阿蘇温泉観光旅館協同組合や、阿蘇カルデラツーリズム推進協議会のメンバーらが出席して開かれ、まず阿蘇市観光課の石松課長補佐がワーケーション推進事業の趣旨を説明しました。ワーケーションとはワーク、仕事とバケーション、休暇を組み合わせたものです。今年度阿蘇市で展開するワーケーション推進事業は環境省の補助金を受けて観光地やリゾート地でテレワークを活用し、働きながら休暇を過ごすという働き方改革の一つと位置づけられています。また都会を離れ、通勤ラッシュからも解放され、自然豊かな環境で仕事ができ、滞在先の人たちとも交流が生まれ、移住にもつながるなど経済振興になるものと期待されています。出席者からは、遊水地にある立ち木にロープを張ってアドベンチャー遊びなどを行いたい。1週間から2週間の滞在ではなく、1ヶ月から3ヶ月のロングランでなければワーケーションにならないなどの意見が出されていました。ワーケーション推進事業実施主体の阿蘇温泉観光旅館協同組合では、今後は環境省阿蘇九十国立公園管理事務所からの助言や指導を受け、JR 西日本などとタイアップして誘客を具体化していくということです。